スリーサイズは？スリーサイズ。宮本先生、あなたの。いやして一回ゆなちゃんのスリーサイズ聞かせて、じゃあさ。いいよ。大事なこと聞くの忘れてたわ。二人の年齢と身長を教えてください。年齢、じゃあ俺から言っていいですか？どうぞ。年齢が今年22歳で身長が183センチですね。ごめん、全然今ね、ジャッカーの音がちょっと聞こえなかった。これ結構ガチ。身長は、もう一回身長言ってほしい。身長が183センチですね。183センチ。あれなんか俺がもらってる事前情報と違うな、情報が。いや、俺は身長183センチですよ。そうなんだ。はい、なんか身長100、あれ ?170 もなかったような気がするけど。いや、俺は身長170センチ超えとるっすね。あ、超えてるっすか？はい。誰がそんなこと言ってんの？いい加減おかしいな。俺、170センチ超えで。ああ、そうっすね、全然。もう、28歳。いや、待って、28歳、それ俺じゃねえな。あ、そら、私だな。いじめや。いじめや。ああ。あれ、あ、ジェンさんもう少し下か。ジェンさん、私に1個下。1個下か。そう、今年、27になったばっかかな、本当に。ああ、本当。この間、27歳になったかな。おお、はい、ありがとう。身長は183センチ。ああ、そこ重要だね。年齢なんでもいいけど、ここだけ重要だよ。じゃあ、ゆなちゃん。身長は157です。小柄な方なのかな？どうなんだろう。普通じゃないですか？普通ぐらい。女の子。年齢は？あ、そこ28歳か。はい。じゃあ、スリーサイズは？リオン先生。スリーサイズ。リオン先生、あなたの年齢は？いや、して一回ユナちゃんのスリーサイズ聞かせて、ジェンさん。いいよ。想像にお任せします。本当。じゃあウエストだけでも教えてもらっていいですか？絶対教えない。ウエストは、うん、僕がギュッて後ろからしても全然腕回るっすよ、ユナは。いい匂いした？え、めっちゃいい匂いするっすよ。めっちゃいい匂いした。おお、これはユナ、隠れユナファン歓喜やな、これ。おお、ユナちゃん髪型はどんな感じなの？ロング、ショート、セミロングとか。髪の毛はロングまでいかないぐらい、胸上ぐらい、胸ぐらい。髪は黒髪、茶髪、金とか色、髪色か。茶髪、金と茶色の間ぐらい。はい、結構明るいね。明るいね。金髪まではいかない。ジェンさんは髪色、何、髪型とか。髪型バラバラなんよね。その下ろすときもあるし、上げるときもあるし、こっちもするけど、あんまバラバラかな。ショート？ショートではないけど、長くもない、なんか中間、ほんと中間。髪色は、あれですね、ホワイトメッシュですかね、今。かっこいいね、ホワイトメッシュ。あとなんかフリートークでもいいな。喋る？最近って。俺、うん、今日があれだから2日前かな。今日があれだからとか言って別に数えなくていいって誰も聞いてないって。興味ない。聞かれたから答えたから。今日があれで 1,2 とかいらんって。2日前やな。なんでジェントルさんそんなこと聞くの？2日前か。じゃあジェンさんは？俺が誰も興味ないって。じゃあ3日前ぐらい？ああ、もう3日前ね。誰も興味ないって。ひなちゃんは？私はノーコメントで。6年前。やばすぎ。6年前。ただの化石。そういう質問 NG なんだ、私。そういうのだけ NG してる。誰も答えません。あんま使うけどね。ご想像にお任せします。今の部分は使うけどね。か
カットはしないけど、別に答えてないから、イノちゃんに。答えたら、普通に P 入れてた。P 入れるからいいよ、いいよ言っても。言わないよ。言わないよ、言うなは。硬いよ。言わないよ、硬いから。硬い女やな。硬いよ。V1 の、V1 のガキメスどもと一緒に戦闘いてくれるごめん。V1 のガキメスどもと。なんか、こんなこと言ったら、またコムとかを鍋に怒られるよ、俺。いやもう。怒られる。あの二人から俺絶対的な信頼得てんのに。くそ。信頼得てるの？ね。え？信頼得てる？え、得てるよ、俺は。え、違うの？あ、そうなんだ。え、あの二人イコール俺じゃない？え、そうなの？違うの？いや、逆にさ。よかった、よかった。信頼得てるならよかった。安心。だから、ジェニーが別れたら、お鍋の次の彼氏俺やし、ポムの彼氏今俺やし。うん。そう。多いな。彼女候補。まあ、あの二人とちょっと一緒に付き合おうかなと思ってる。じゃあ、強いてあげるのはじゃあどっちがいいのか。先に付き合うなら、お鍋、ポム。どっちもフリーだとして。いやー、どっちもフリーで、どっちも俺のことが好きな手にしてくれやん、それ。そう、その手で。どっちもジェンさんのことが好きでフリーだよ、みたいな。はい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 。一瞬、お鍋行きそうやよって雰囲気見して、ポムを焼かすだけ焼かして、ポムに行く。結局、ポムが好きなんやな。ちょっとやるから。ゆなちゃん、好きな男のタイプとかないの？結構これ割とガチめな、いいですね、現実世界のお話で。クールな人？うん。いや、じゃああんま喋る人よりかはって感じ。喋る人？じゃあさ、一緒におってさ、ねえねえ、コンビニ行こうよって言っても無視とかは何なの？違う。なんか、なんだろうな。じゃあ俺と店長なんか全然ほど遠くね。俺と店長真反対やん。やばいやばい。そうだよ。そうだよ。なんだろう、でも優しい人がいいかな。はいはいはい。優しい人。クールで優しい。あ、だからひよこっちなんや。確かにひよこっちはクールやし。そう。てか、ゆなちゃん最後に付き合ったのいつ？お付き合いしてる男性かな。2年経たないぐらいかな、1年半ぐらいかな。あ、なるほどね。ここ P で。え、ここ P？ ここ P で。どこの部分が P なの？いや、別に何でもいいや。なんでもいいのか。ジェンさんの好きな女性のタイプは？可愛くて、ちょっと長くて、お金持ってて、で足綺麗、はい。で声可愛めで、身長が155前後で、これまた155前後。ああ、やっぱ自分の身長よりやっぱ低めじゃないとちょっとダメだ、みたいな。俺とも身長差が基本的に20センチ以上ないとちょっときつい。あれ、155だったら20センチはないと思うけど。175より、ああ、そっかそっか、170じゃないからね。そう。そこ大事やから。ああ。あ、でもそんな感じかな。あとは何でもいいや。別に髪型とかそういうのはあんまり特に気にしないしね。ああ、いや、髪の毛短い人はどんだけ、今言ってるやつが当てはまってても髪の毛短い人は無理です。へぇ、ショートカット嫌いなんだ。へぇ。だから俺あれ、歴代の彼女全員髪の毛長い。なんか、前さんなんか巻き髪の人とか好きだよね、女性ね。いや、違います。僕はストレートが一番好きですね。あ、ストレートがいいの？ストレートらしい。あ、そうなの？全然残念ながら、ジェントルの嫉妬からすんのやめてください。今、リオンさんちょっとジェントルの嫉妬化してたね。嫉妬化してたから。嫉妬化してたから。嫉妬化してたけど。なんなら、完全に偏見だもん。じゃあ遊ぶときは、
ほんまに遊ぶ回数、例えば5回やったとしたら、4回ストレートで1日だけあの巻いててほしい。ああ。日によって変えてくれって感じ。いや違う。たまには巻き髪でもいいよみたいな。そう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 。あんまりもう巻いてばっか来られたらもう、もう嫌ってなる。別れちゃいます。そんなんで厳しすぎだろ。厳しい。それで別れます、僕は。それは思ったけど、なんか清楚ギャルっぽい子が好きってイメージあるけどね、ジェンさんは。あー、そう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 。いやでも、うん、そうかな。清楚ギャルが好きかな。ね、あのモカモカタイプ。モカ。そう。何、誰モカ、モカって。え、なんていうの、黒すぎず白すぎずその間のモカタイプ。あー、なるほどね。白すぎるのも嫌なんですよ。あ、なんかね、白すぎるのは嫌。ジェンさんの彼女なんか冬服とか全員なんかニーハイブーツとか履いてそう。白ニットに黒ミニスカで、あー、そう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 。結構多いかも。白ニットの肩出てるやつ。そうそう、でなんか めちゃめちゃ長いロングコート。確かに分かる、なんか想像つけ。確かにそういう人ばっかだな。こんなこと言ったら反感返そうだけど、なんか港区女子っぽいオーラ出てる。分かるよ、じゃあなんとなく。え、私？そう、ちょっとギャルっぽいけど、なんか綺麗めを残しながらの服装みたいな。いや私全然どうだろう。いや、あの港区女子っぽい感じの雰囲気で、ね、多分服装がそういうジェンさんの、そうそう、ジェンさんのタイプ。絶対生足の彼女って感じです。生足好きやな。やっぱさ、冬でも足出してこいとか言ってそうだもんね。冬でも足関係ないとか言って。うん、冬でも見てほしい。いつまでも俺が帰ってきたら迎え入れてほしい。お帰りって。なんか言ってろ。なんだよ、うわって言うじゃねえかよ。夢語ったってよ。でも家帰ってきたら、ね、家帰ってきたら追ってほしい、まあ、確かにね、いないとちょっと寂しいよね。あれみたいな、家帰ってきて誰もいないみたいな。理想を語るなら家帰ってきたらもうご飯を用意されてるみたいな。なるほど。今日はあなたの好きなハンバーグよみたいな。私とハンバーグ、なんかセリフが古い。ハンバーグよって。ハンバーグがいいんですか、それとも私を挟んでハンバーグがいい。もう助けて、ジェンタルさん、おじさん怖い。なんかさ、俺とかが言うのってさ、ネタって分かるけど、ちょっとディオさんの場合もポツネタいいよな。何ハンバーグ挟んでとか。ごめんな、さすがにそれは俺が謝る。じゃあこんな感じかな。ということでね、最後配信はもう全然抜けてる。最後ね、挨拶ちょっとしてもらおうかなと思うんで、じゃあゆなちゃんとジェンさん、今見てくださってる視聴者の方に向けて何か一言お願いします。これからも V1 の応援をよろしくお願いします。よっ、じゃあ、ジェンさん、まあ一応ね、 V1 の今年の目標としてコムドットを抜くっていうところをまあ決断してるんで、まあ向こうのチャンネル登録者数がまあ300何十万人かおるか分からんけど、まあとりあえずね、一歩一歩ね、岬のそのでかい壁を乗り越えれるようにちょっとコムドット抜こうかなと思ってるから、応援よろしくお願いします。目指せ400万人超え。目標がでかすぎる。でかすぎる。収益9割俺。収益9割俺。絶対炎上するわ、そんな。はい、ってことで、ジェンさん、ゆなちゃんのちょっとね、グダグダなインタビュー動画になっちゃいましたけど、うまく編集でつなげていこうと思います。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。そして、ジェンさん、ゆなさん、インタビュー受けてくださってありがとうございます。では、
またどこかでお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいなって思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントたくさんお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。以上、ゆなでした。バイバーイ。